高等学校の数学には、ここにお見せするような、ちょっと訳のわからない問題、時々あります。4つの実数 ABCD の間に、3つの等式が仮定されていると。4つ未知数があって、等式が3つしかないわけですから、まあ、いわば、一つの不定性があるわけですね。一文字分の不確定性がある。で、その一文字分の不確定性を、なんとか、ああ、 炙り出すように式変形してやればいい例えばこれ一番最後に三3番目の等式でこの等式を用いて例えば D を ABC 残りの3つの文字で表してやるでその D をこの式に代入するでそうすると上は A と C の式でこれも B と C と A の式というふうになりますからその式を一生懸命こういじくり回すことによってここで求めろという。 値を計算するまあこういう方法が一応あることはあるわけですしかし大変見通しが悪いですねでどのようにすると鮮やかに解くことができるかこれはこの解法に皆さんが気が付けということではないのですけれど実は a 乗 C 乗イコール1 b d 1この関係はとてもかっこいい関係だとそういうことにまず注目したいでどういうことを言っているかというとこれは XY 平面上原点を中心とする半径1の円、えー、半径1の円ですね単位円というでこの単位円 x の事乗プラス y の事乗イコール1っていう方程式で表されるようなこの円の上に点 ac が乗ってるあるいは点 bd が乗ってるそういう条件と捉えることができます例えばこの上の条件 a の事たす c の事イコール1 ということは、点 a c がこんな点であると見ることができるということですね。そうすると、えー、原点を O から a c に向かうベクトル。こういうベクトルを考えてみましてで。このベクトルの X 軸からの回転角。その回転角を例えば α をしてやりますと、A はコサインアルフ α B はサインアルファこういうふうに一つの文字 α を用いて a も c も表すことができるということですね。この一つの等式が与えられているおかげで a と c っていう文字は2個ありますけどその a と c という2個の間違えました a と c ですね a、c この2個の文字を一つの α っていう文字で表すことができるということです。 同様にして、B と D に関しては、B の事情と D の事情、和が1と、こういう関係があるわけで、例えば、まあ、このところに BD って、があると。そうすると、このベクトルを考える。この回転角、これを β と、こうしてやると、B イコールコーサインベータ、D イコールサインベータって。 こういうふうに置くことができるとで。もちろんこの B が X 座標、D が Y 座標という代わりに BD という点の代わりに DB っていう点を考えてやるとすれば D の方をコサインベー β B をサイン、A、B の方をですね、サイン。これ逆に置くこともできる。で、テキストではそういううまい置き方で後の見通しをよくしてるんですけども、ここでは ごく正当的に取り組むことにいたしましょう。こういう X 座標の方コサイ、c o s ン Y 座標の方サイ、s i ン n こういうふうにしてやるということです。で、こういうふうにして2番目の条件を処理することもできた。B の乗足す D の乗イコール1という条件をこういうふうに書き直してやると。でこいつをこう書き直してやるということですね。そうすると、ここで、 考えるべきはこの第三の条件、AD マイナス BC イコール1ということですが、AD これとこれをかける、コサインアルファ、サインベータマイナス BC コサインベータ、サインアルファイコールマイナス1とこういうふうになります。 でこの三角関数の式なんですけれどもアルファとベータについての三角関数の式なんですがこの部分はじっと見つめるとですねサインベータコサインアルファマイナスコサインベータサインアルファありますから実はよく考えてみればサインアルファマイナスベータこういうふうに三角関数の加法定理という公式を用いてこの部分を書き直すことができる。 この書き直し、ちょっと慣れないうちは難しいかもしれませんが、慣れれば何でもない話です。で、それがマイナス1っていうこと。そうすると、サインの値をとってマイナス1ということはどういうことかっていうと、ベータマイナスアルファは、えー、マイナス2分の π、プラス 2nπ。で、えー、n は、ある整数です。n は、えー ある整数としてこういうふうに表されるということを意味しています。このことはベータを α で表すとすると α ス2分の π プラス 2nπ ってこういうふうになるわけですからその時 b はさっきコサインベーと。 コサインベータっては何かてコサインアルファマイナス2分の π プラス 2nπ ってありますけど 2nπ っていうのは三角関数 2π が周期ですからあってもなくても同じなんでこういうふうに書くと同様にして d はえっ、ー、とサインベータと置きましたけどサインベータはサインカッコアルファマイナス2分の π プラス 2nπ、まあ省きます同じに決まってますからでこの値がどうなるかっていうと えとコサインですから偶関数だから2分のパイマイナスアルファと思えばいいんでそうするとこれサインアルファですねでこちらはマイナスコサインアルファとこういうふうに B と D がアルファっていう文字を用いて表せました A と C はそれぞれアルファを用いて表せたわけですねその結果を代入してやれば1番から6番の値を計算するとな何でもないということです ここのところで出てくるこの n っていうのをここでの段階では省くことができませんがここまで出てきた後これを実際計算するときにはもうあってもなくてもいいということもとても大切ですね。過法定理というのは使いづらい公式のようでありますがこのようにすごく鮮やかにその過法定理の威力っていうのをですね体感することができるそういう具体例でした。 で三角関数というとなんか機械的な計算ばっかりが多くて訳わけからんそういうふうに感じてる人多いと思いますがこの式もう一回言いますと ABCD という4つの実数について3つの等式がありますから実質1個分の不定性があるとでその1個分の不定性を ABCD のどれかを残すというやり方ではなくて ABCD を全部例えば α っていう文字で表してしまう。 この考え方、これ、三角関数を利用することによって、すごくうまくできるということです。